どうも、エルザです。それではラストオブアスパート2やっていきたいと思います。一応島にちゃんと流れ着いたってことなんだけど、その島意外と近いんだね。見えるもん。逃げ切ったという感じではないよね。まだ行き来がしやすい距離って感じかな。見て、デブのゴーカン追いつかない。どこに行ったかわかる？私たちの家、母親もいるから。遠いの？島の反対側。マジで？島の人たちは？裏道を通っていくから見られないはず。はあ、ってことは今回隠密か。友達がそう言ってた。嵐に乗じて攻撃するはず。アイザックも気が変わっていなきゃ。アイザックの目的は何なの？争いの終結。ここまでして意地でも終わらせる気。この上登っても平気？近道なの。こっちは行けないか。うん、いやーねー、今ね、友達か何人かもやられてるんでね、アビー側の。さて、登り切った。あー、早速あれは見せしめかなー。アビー、補充してる。念のためね。さあ、アイダホ州の記念コイン。念のため。ナイフ。ナイフが前回めっちゃ大活躍だったんだよね。布。こんなもんかな。サプレッサーは3発分あるか。やっぱそういう意味ではエリーの方が隠密系のスキルが多かったね。知ってる人？顔見知り。え？友達怒らせちゃったね。しょうがないよ。知り合いなの？日曜日0500。スコットと東海岸に上陸した。珍しく捕虜の情報は役に立ったようだ。敵の抵抗はなし。場所を確認するため高地を目指すと。数が多いんだ。アビ、なんで助けてくれるの？なんでか。デブにも同じこと聞かれた。だってこんなの間違ってるし、それに自分のためでもある。まあね、なんとも言えないよね。うわ、やば。あれはあんたたちの村？違う、あれはヘイブン。村はもっと島の奥。止まらないで、見つかっちゃう。そんな場所があるんだね。ってことは拠点が分かれてんのか。まずい。何あれ？今の警報。誰か見つかったね。
消火器解体制になる。急がなきゃ。アイザックの野郎。予定通りって感じだね。警戒線を抜けておこう。ついてきて。ここ何人いるの？千人くらいかな。兵士の数は半数訓練されてる。じゃあ残りの人はどうするつもりなの？隠れたり戦ったり。まあほぼそうだね、1000人だったら500人今日あれでしょ、兵士でしょ、800人ぐらい戦うんじゃない？女性でもかなり強い兵士いたもんね。さてさて、これ第一村？いやー嫌だな嫌だな。あーでもやっぱ木の家なんだ。なんかすごい原住民っていうか昔に逆戻りした感じだよね、こう見ると。戦ってる。マーカス、鹿肉は下記の通り配給すること。ヒレシ、あ、いいところはって感じだね。あの方のお導きを配給しろよというあれだったね。おー、矢がある。そろそろ矢の作り方とかなんか教えてくれんかな。意外とね、一つ空いてんだよね。うわー、でもさ、こんだけ手に入るってことは今からやばいってことだよね。作っておくか。で、ナイフは補充できるぐらいの余裕は作っておいて、回復キットもある。うん、行こう。嵐の時に光がお導きくださる。暗闇に迷い込んだら光を探せ。何それ？父さんがよく言ってた言葉。すげえな、木彫りだよ、木彫り。まあとりあえず今回はレブを探すことだから、変な争いを避けたいよね。なんか声が聞こえるね。矢が増えた。矢が増えるのはありがてえ。しゃがんで。みんなを避難させろ。行け。どうしよう。どうやって切り抜ける？扉は閉まっちゃうし。製材所だ。右手の松明のある大きな建物。はいはいはい。そこから出られるの？うん、通り抜けられる。完璧、行こう。もうおしめだ。製材所は封鎖だよ。製材所は封鎖だよって言ってたね。うわ、目の前、ヤーラの目の前で住民殺すの？
さてさて、いたね。あーは、いくらクロスボウとはいえ、どう動く？やっぱ来るよね。ちょっと時間かかるけど、ステルスして。後ろはいない。すまんねー。わざわざ倒す必要はなさそうだからね。泳いであっちまで行く？はあはあ。ああ、泳いで。なんか。移動はできそうな感じがあるね。左。ちょっと下がりつつ。こっちはどうだ？さすがにか。普通に来たね。すまん。よし、行こう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 。やば。お前だ。製材所に向かって。お前たちだよ、やら。パーツだけ、パーツだけ。よし、行くぞ、逃げろ。いけいけいけ、もう回復はあるから。いけ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 。やら、行くよ。あ、来た来た来た。いや、普通にサプレッサー付きのやつと思ったら、こっち進んで。あいつらを逃がすな。やば。奴らはいい、ヘイブンへと急ぐのだ。まあでも隠密成功といっても、お守りください。過言ではないでしょう。アイザック、どういうつもり。おお、正面突破するつもり？いるもんね。おお、
せてあの岡田の岡村ここは俺たちの縄張り帰り討ちにしてやろうあの岡田の前で救われるやばよし行こう次はどこ？この先の小屋を突っ切る。やら、さっきの製材所。子供はどこに行ったの？避難所がたくさんある。そこも危なければ島から連れ出す。そう、こうなるって分かってたから。なるべくしてなったってやっぱ感じなんだね。補給したら出発しよう。オーケー。はい、ありがとう。何これ。あれか。確認用のね。すごいね、伝達とかそのあたりはしっかりしてるんだね。行こう。ここも物資だけかな。あった。内容は我々は不完全な生き物でゆえにあのお方の御前においても不完全であると。完全な生き物はいないからね。おこがましい。作れる火炎放射器あったね。はいはい。じゃああっち側もなんかありそうだね。この木彫り相変わらずすげえな。お、なんかあった。あの子の無事を。預言者様、私の言葉をお聞きください。モイラ王、夫のヘンリーと仲間巡回隊員たちがブルークリンに虐殺されるまで強くて優れた戦士でしたと。ひどい。ああ、改造もこの辺りで1回なくなるかな。ほとんどね、もうほとんど最後だし。安定性4倍スコープ。まあちょっとね、矢は少ないけど、まあそもそも近距離で撃つことがないから、いいかな、これで。攻撃。よし、ブレ軽減してって感じかな。それ取り外して、おー、パーツの入れ替えだね。おー、かっこよくなった。グリップもちょっと変わったね。いい感じ。でもこれをすぐ打つわけにはいかん。でどっちに向かえばいいのかな。扉は閉まってるもんね。
私たちの村は農地の向こう側にある。よし。どこ行くの？スペースニードル。え？あ、あれね。そっちに向かう。あれか。ああ、じゃあ、ああ、そもそもここは普通の島だったんだ。今スペースなんとかって言ってたよね。ほう、隠れれるだけ。こっちもこっちの村ですごいね、島はね。あー、トウモロコシ畑かな。デッドバイデイライトやね。トウモロコシがね、リアルになるらしいからね。何の話やってなるんだけど。壁越しに一人。失敗したよ。武器切り替えて。はい、だマジでびっくりした。そんな急に近く来られたら。君強いんだよね。ハンマーが綺麗に乗ってる。よし。つまんねー。そんなつもりはなかったんだけど。下どこ。あー、おー、びっくりした。逆になんで生きてんだ。3発当てないと死なないってやばいよね。その武器は分かる人なら分かる。これね、ツインズやね。あんまデトバネタばっかしで申し訳ないけど、ツインズの武器だ。いって、いや、ちょっとなね、意外と。おお、ダメ、当たってない。あ、そうなるか。うわ、こっちの方が
地形というか、いいじゃん。倒せたよね、多分ね。あー、倒せてる。すごっ。どこに行った？狩りを始めよう。ほら、つえー、マジか。あー、じゃあこっちにスコープつけた方が強いね。ほら、やば、これ強え、すげえ。マジで狩猟用のやつは攻撃力すごいね。ここに来て強さを実感するって、ちょっと遅すぎた感はあるけどね。回収しよっか。しかもさっき安定性上げたからその分強くなってるね。あとは倒れてる人のところかな。回復しとこう。まだ弾が集まるかもしれないから、このまま。あ、作らなくていいか。意外と扱いきれてないからね。で、意外とクロスボウの方がいいかもしれない。あれかな、いや違う。あー、そこ向こう行くんだ。抜けて、ここ行こう。腕へき痛い。まあ痛いだろうね。よし、こっち。民家だね。あー、クロスボウガンガン使っていいね。使わなさそうだし、武器もそこまで。ライフアップをつけるか。範囲広げて、あとはもうこっち上げる感じにしよっか。サプレッサーバーではね。てかレブがここまで来れたかも分かんないけどね。ねえ、レブ、私を見て。そしたら机に
あなたは身を守っただけ。あなたは何も悪くない。もう大丈夫だからね。行かなきゃ。いいの、見つけられてよかった。アビーは自分の親と重ねるところあるかもね。自分で殺したわけではないけどね。はい、ということで動画を見ている方はここまで。メンバーさんはこの後引き続きやっていきたいと思います。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたねー。